今日もらった東百姓天国、本日は2022年7月14日まで来ましたか。早いですね、もう半ばね。7月は31まででしょう。そうすると半分ってことですね。さあ、そんなわけで今日は何やってるかって言いますと、今日はまた雨が降ってきそうなんでね、植え付けと種まきなどあるんですけど、まあトマトをね、こうやってたまにね、今日はお手伝いの方一人来ているので、そういう時にね、だからまあ基本的にうちはね、トマトはもう1週間に1回程度しか手を入れてませんね。それでもこうやってできるので、でちょっとこうね、剪定などもしながら、まあだいぶね、このポット栽培だとね、まあちょっとあんまり姿は、見栄えはあんまり綺麗じゃないですけど、まあまあこうやってね、できてくるわけでございますね。あんまりね、こうよろしくない部分はあるんですけど、どうですかね、芽かき、あるいはこうね、枯れてる葉っぱをこうやってね、ちょこちょこ落としながらね。ポイントはね、9月末までね、なんとか残したいので、あともうちょっとなんですよね。まあ本当にこう完璧にね、やる必要は全くないので、必要最低限あればいいのでね、こういう形で今少しずつこうやってね、V 字仕立てというか3本仕立てぐらいに持ってってるんですけどね、花芽がこう咲いてるやつを残しつつね、こうやって脇芽を、だから1週間に1回程度だと一番こういい感じですよね。でもう下落としていってですね、まあこれもね、専業農家の人たちみたいにね、完璧にやる必要は全くないですから、はい、ある程度の感覚でいけるはずなので、でこれをね、この下から出てくるやつ、花が咲いてるやつを基本的には伸ばしていくということになります。雨降ってきた。今日も忙しいんですけど、はい、まあ専業の方々はね、全く僕らとは違う戦いをおやりになっているのでそういう意味ではね、ちょっとこうやり方はちょっと違うんですけど、これでね、十分うちもこうやって普通にもう今出荷してますしね、問題はありませんので、これを生かすか、うん、花咲いてんな、はい、いずれもう放任にソバージュ栽培に移行しますので、それまではね、こうやって適当に管理しながらですね、これも残すか、はい、脇芽を書いて、うん、はいはい、こうね、仕立てがちょっと難しいですよね。こいつをこう持ってきて、まあある程度ね、経験値がないと確かに難しいと思うんですけど、でも慣れればね、こんな割ともう本当にこうすごく適当な感じです。この僕のこのやり方はね、我が農園のやり方はすごく適当なんですけど、こっちか。これでもね、ある程度は取れればそれで OK なので、基本的にはまあ脇芽を変えていくっていうことですね。よし。まあそういう意味では野菜作りにね、そんな難しいルールは本当にないので、きっちりとね、仕上げていくということは特にはね、必要がないですね、はい、よいしょよいしょ。なんとかね、9月末までは取れればもう OK ですね。あと2ヶ月、おそらく8月末まではいけると思うんですけど、最後がやっぱりちょっとね、9月がおそらくちょっと難しいかもしれないですね。この感じでいくとね、8月末までは暑いので多分このままいけると思いますね、はい。どうせもう最終的にはね、放任になってきますので、
まあそれまではこうやってピンチでね、できるだけ倒れないようにしてあげればいいだけのことなので、そうですね。いや雨降ってきた。いやこれ多分ね普通に梅雨ですよね。梅雨だから結局例年通りってことじゃないですか。これ7月半ばで雨が降ってるっていうのは普通のことじゃないですかね。できるだけねあんまり時間をかけたくないのでね、わちょっとこうなってくると結構大変だね。特に家庭菜園の人なんかはね、本当にプロのね農家さんがやってるようなそんなにね細かい芽かきとかはね、多分ね家庭菜園の人だとパッと見てどれが 芽なのか、芽かきをしなきゃいけないのかっていう、それに慣れるのにまたしばらくね何年かかかりますからね。なのでまあ混み合ってきたらどんどん葉っぱとかね落としていくという、ただそれだけでね十分でございますので、慣れないとねパッと見て芽かきどれが芽かきとかってわからないでしょね。なのでねまあまあなかなか難しいね。だいぶねこうすっきりとした形でね、うちはねこうなんていうんですかやってるので、まあ今ね本当に出荷数が少ないので、これでもねちょっと昨日取ったばっかなんでねあれですけど、まあまあ来年はこの倍の200株に増やせればね、多分うちの件数ぐらいであればね大丈夫だと思うんですけど、たまにはこういうなんていうんですか静かでね、これはこれでなんかねこういう細かい作業もねたまにやると勉強になりますよね。どちらかというとねトラクターでわーとか言ってこうガンガンやる作業の方が多いので、うちはねそういう意味ではこうたまにこうハウスの中で静かにねこうやりながらなんかこうラジオでも聞きながらやるとね、今日はだから涼しいからできるんだよ。これハウスの中ね普通ね40度とかなりますからね、そうすると大変ですけどね。トマト専業農家さんで朝4時ぐらい起きてね、なんとか日中こう暑さにやられないようにやるわけじゃないですか。だからまあその苦労はね本当になかなか大変だと思うんですけどね。トマト農家さん、ナス農家さんってねハウスの中でやってる人たちはまあね大変だと思うんで、午前中で仕事終わりですもんね。まあそうじゃないと本当にね命に関わると思いますんでね、大変だと思うんですけど、よいしょ、やっぱりこっちの地下の方がやっぱりいいね。なんか花は結構咲いてるので、こっちがね自家採取 のブラジルミニっていうね種取り用のやつで、来年はだからもう一つの2品種ぐらいでねこの地下も作るとは思いますけど、2品種3品種ね、あんまりたくさん作ってもね、ただやっぱりオレンジ色のやつとかなんか最近はねトマトもねいろんなのがありますんでね。昔そういえばオレンジも作ったし、あとなんだっけ緑のやつもね作りましたね。緑色でそのまま食べれるってやつありましたけど、あんまりうまくなかったね。まあだからそういう意味では普通の定番の方が美味しいんですけどね。
ただやっぱりあの桃太郎系っていうのはね、どうしてもあれ、皆さん桃太郎美味しいですかね。僕はね今まで食べてきて、まあ桃太郎はね画期的な品種だったんですけど、僕は美味しいと思ったことないんですよね、桃太郎。なので僕は桃太郎作らないんですよね。うん、もうちょっとやっぱこう独特の酸味があった方が僕はトマト美味しいと思うのでね。うん、まあトマト、桃太郎好きな方にはちょっとあれですけど、あれ美味しいですか。なんかやっぱりあれは、しかもね、勇気でやる場合はね、なんかあのできにくいですよね。うん、そう思います。あれはこうやって入れてるのか。へい、ちゅうことで今日は彼はね、あのトマトはかなりやってきた人なので、まあ、彼にある程度、彼が来た時に一緒に僕もトマトやるって形でね、なんとか多少やっぱりこうなんか列によってね姿が違うよね。うん、まあトマトもね皆さん大好きでしょ。あの家庭菜園の人がやたらトマト皆さん大好きでね、あの一生懸命になりますけど、なんかね、いつも僕が言うようにね、トマトというのは日本のものじゃないんでなので日本の気候にはもともと合ってないものなんですよ。なのでまずはね、こうやってハウスの中で作るというね、ほぼ専業農家はそれ一択ですけどね、路地でやってもちろんできる時もありますけど、雨降ったら終わりですからね。なのでまあ正直僕は二十数年やってきてね、まず一番最初にまずトマト栽培に関してね、真面目にやるというかね、きっちりやる、路地でやるっていうことを、まあ僕は二十数年の中でねほぼ放棄したんですね。はい、でそれが正解だったと思います。はい、でまあ今回ねこうやってハウスがあのお借りすることができたのでね、でしかもその土に植えずにこうやってポットで作るというやり方ですよね。これで実際にこうね、あの出荷までできるレベルができるかなとずっとね、ちょっと心配だったんですけど、実際にこうやってできましたので、もうこれで一択ですね。はい、あとは自動灌水とね、液肥を、オーガニックの液肥を注入できる仕組みさえ作ってしまえば、全くもうそれ以上先何もやる必要はおそらくないだろうというふうに思いますね。はい、まあ、あの研修時代ね、本当にあの、うん、ものすごくねトマト、ね、ハウス1棟研修生何人でやったところでやっぱりね手が回らなくなるんですよね、まあ、ちゃんとやろうと思うと。はい、だからそういう経験もあってね、トマトを最初からね、僕の場合はだからきっちりなんていうんですか、プロのように仕上げるという発想自体が僕はもう持たずに、なんとかこの20年しのいできましたけど、うん、まあ最終的にこうやって20年やってきてたどり着いた形がこれだということでね、まあこれでおそらくもう結論は出たのかなという気がします。はい、よいしょ、雨が降ってきたということで、以上ね、ミニトマトのこの芽かきだとかね、この仕立ての作業をしました。よかったらね、特にまあこれはね本当にあの僕の露地栽培とかね、オーガニック栽培の中でも最も簡易で簡単で、あのとりあえず最低限のねミニトマト収量だけは確保するという、その本当にそこを一点にのみ絞ったやり方なので、あのもちろん専業農家さんには全く参考にお話になりませんし、だから参考になるのは本当家庭菜園の方とかね、ベランダ栽培とかね、ベランダ栽培だったらこれ5株ぐらいこうやって置いといて上から物干し竿で吊るせばいいだけのことでしょね。ぜひね家庭菜園の人はこれやり方でやれば、しかも土はこんだけでいいわけですよね、ポットに中に土を入れてるだけですよね。でまあ1日1回ジョールで灌水、今実際私ジョールであれでタンクで水汲んできてね、ジョールで灌水して、それでこうやってねこの暑い夏育ててるわけですからね。なのでね、ベランダで日当たりが多少いいところだったらこれね頑張って、もしベランダが広ければね、これ10株ぐらいやればね結構ミニトマト食べ放題ですよね。なので特にね家庭菜園であの甘い受けとかを作ってねやるとするんであれば、これをおすすめしますね。はい、でポットで作ればね、もう土が特に連作が効かないので、ね、トマトはね普通にね、なのでまあ継ぎ木でやれば関係ないかもしれませんけども、まあそんなことでよかったらね、あのこれはだからどちらかというと僕の場合はあんまりおすすめはしないですね。ただ例えば僕のようにセット野菜でね、
年間本当にね何百種類で野菜を作らなきゃいけないっていうね、新規収納の、オーガニックセット野菜の有機農家さんであれば、やっぱり一つはトマトってネックになるんですよね、はい、でものすごく手間がかかる作物なので、ちゃんとやろうとするとそれをいかにねこう簡易な形でね簡単にやるかという一つのね、これは最終形の形だと思いますね。あんまりだからねおすすめっていうかね、きちんとしてプロの、ね、専業のトマトの人から見ればね、もうこの葉っぱのこの姿の形を見てこれはアウトってか思うかもしれませんけど、一株からたくさんね取る必要は全くないので、うん、そういう意味ではねこれで最低限の収量が確保できるというやり方だと思いますので、今年なんかねだから液肥も使ってないんですよね、はい、だから水だけでやってどうなるかって今見てるんですよね。実際できてるでしょ、ね、これで多分ねオーガニックの質のいい液肥をね毎日とは言わず注入すれば、おそらく肥料分的にも全く問題がないと思いますので、だから今年はねもう水だけでいってどこまで引っ張れるかなって、9月末まで引っ張ればほぼ完璧ですので、そんなことでねトマトをこういう形でやっておりますということですね。まあちょっとね実つきが悪いのはもうある程度しょうがないんですけど、それでもね結構そこそこ実はついてますからね、ということです。よかったら、まあ、何回も言いますけど参考に、ね、なさってみてください。だからそういう意味では全体の人にはねあんまり参考になるあれではないし、プロの人には全く参考にならない、むしろこんなやり方しててこれ専業では絶対食えませんからね勘違いしないでくださいね、はい、あくまでもうちはその節約野菜の一つですのでね、このちっちゃいパックをねなんとかお客様にこう食べていただくという、本当になんかそれ専用ですので量を求めてないのでね、うちはですのでこのやり方でもいいなっていうふうに思いますので、よかったら参考にしてみてください。トマトはねだから別にもうなんか難しい話というかね、なんか本当はもっといろんな仕立てがどうのこうのとか深い話があるわけですけど、うちはもうそういうのは一切ないということでね、はい、こんな形でそれでもこうやってちゃんとね実つき少ないわけですけど、それもこうやってちゃんと実はなってますんでね、はい、以上です。それではまた。